どうしたの？僕に何か用事？そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。そう言ってもらえると嬉しいな。もちろん引き受けるよ。座学なら僕でも教えられると思うし。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目。人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人は、なぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろ？答えは、皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目。通常種と異なる飛行種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろう。あと、なんか見ててムカつくことだな。答えは、目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり、障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。ああ、もちろんだ。アルミン、引き続き頼むぜ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は。ああ、来い。